それはドクターだったんですけども、僕が使ってる水素を使った免疫療法で約2ヶ月でそのがんが消えました。今世界で一番水素を発生する機械としては非常に優れてるんじゃないかなというふうに思います。それでこれを今使っているところですね。水素は、2つ大きな効果があって、1つは、悪玉活性酸素というのを除去します。そうすることで体が悪玉活性酸素というのは体を錆びさせていろんな病気を起こすんですけども、それを防ぐことができます。もう1つはミトコンドリアを活性化するという作用があります。ミトコンドリアが活性化すると、で細胞が元気になって体が元気になります。そういう作用があります。まあ、この機械はですね、やはり水素発生量が一番多いんですよね。水素を出す機械はいっぱいあるんですけども、その中でも水素が1200とか 1300cc 1分間に作ることができるので、今世界で一番水素を発生する機械としては非常に優れてるんじゃないかなというふうに思います。それでこれを今使っているところですね。がんで治った患者さんは、ね、いっぱいいるんですよね。で、その中でも最近あった症例はこの喉の咽頭がんの患者さんで、それはドクターだったんですけども、僕が使っている水素を使った免疫療法で約2ヶ月でそのがんが消えました。肺がんの患者さんで、最初胸水が溜まってもう数ヶ月しか持たないような患者さんが来たんですけども、そういう患者さんが治療をやって今8年8ヶ月生きられています。そういう患者さんいっぱいいるんですよね。最近ではそうですね、悪性リンパ腫の患者さんで骨に転移してお腹の中に腫瘍を作ってた患者さんが、それが全部消失したということも起こってます。まだ日本人も水素ガスを使った治療に対してはあまり認識が広まってはいないんですよね。だから僕らは今国際水素医科学研究会というのを作って、それで全国的にそれを広めるような活動をしています。で、今全国のドクターが約110名ぐらい参加して、その先生たちが広めてくれている状況です。最近慶応大学が心停止後の脳の障害に水素ガス吸入がいいということで、それがまず使われるようになりました。救急の患者さんですね。水素を使った今がんの治療をやってるんですけども、水素を入れることによってがん治療が非常に成績が良くなるんですよね。だからただ抗がん剤使うよりも抗がん剤と水素を使った方が成績が良くなるだろうし、水素を使うことによってがん治療が非常に成績が伸びるというのが世界に広めたい理由ですね。もう健康な人にもですね、ぜひ水素を体験していただきたいんですよね。水素を吸うことによって、免疫が活性化してミトコンドリアも活性化しますので健康長寿に非常にいいんですよね。健康で長生きできるような状況に、してくれますので、健康な人もですね、ぜひ水素を吸っていただきたいんですよね。